2009年のデブスーパーバトルに登場した5次元アコード、 2.2 リッター VTEC にノス&ターボを装着したモンスター FWD、 最高出力450馬力オーバー、ポリカーボネートのフロントスクリーンを採用しているなど存在感は強烈だったが、少なくとも低速コースの筑波ではそのパワーを速さに結びつけることはできなかった。やっぱり FF にハイパワーターボは無理、いくら頑張っても1分を切るのがせいぜい。周囲の目は冷ややかだったが、チーム5次元は諦めなかった。2010年12月、チーム5次元、そして大井隆の新たなる挑戦が始まった。12月1日筑波サーキットのコース走行日、これって新車シビックのシェイクダウンテストが行われた。ボディもう全く開きまへん。おお。え、これエンジンは前回のアコードの。本番まであと10日。遅いシェイクダウンだが、このプロジェクトがスタートしたのは11月。と考えると、この日、ここにいること自体が5次元の凄さだという。車次第でもかなりどのぐらいいってんですか、パリ、まあ、500は優に超えてます。500馬力を超えてる。トルクバンドがね、5000、6000ぐらいからだったんですよ。あ、そう。それで4500からノス入れて6000で切れる形、うん、だから、あー、ブーストが効かないとこはノスで、うん、パワーウェイトレシオ2キロの FF。 大阪から移動してきたチームはあっという間に筑波のガレージに5次元ファクトリーを作り上げ、やり残した作業をテキパキとこなしていく。シェイクダウンの重量は1075キロ、タイヤはダンロップ 03G、 サイズは 255-40R18 をチョイス。果たして500馬力を超えるパワーを伝えることができるのだろうか。まずは各部を点検するためにピットトゥーピットで香水、信頼できるスタッフの手によって仕上げられたマシンであっても、シェイクダウンは何が起きるかわからない。慎重に、しかしただゆっくりではなく、ある程度の負荷をかけて1ラップ、ステアリングフィール、メーター、音、振動、匂い、五感のすべてを研ぎ澄ませ車の状態を感じ取る。アタックラップ同様、ドライバーが最も緊張する瞬間だ。今度は計測1ラップを含む3ラップでブレーキング、ハンドリングを含めたチェック。コースが外れた。トラブルが発生した際にその場でマシンを止めるべきか、ピットまで戻るべきか、その判断もシェイクダウンドライバーの重要な仕事なので、まあ、シェイクダウンというのはこんな感じです。結果アコードとほぼ同タイムでテストを終えた。その3日後
カッパスのこの状態を撮られるから。おお、アンダーパネル。じゃあこっちの秘密の部屋も。じゃん。 GT500、 フォーミュラー日本などトップカテゴリーのマシンをメンテしている場所で5次元シビックの製作が行われていた。すっきりしたんだね。そうです、ノスタルジーだったんで。まあ配線とかは効いてるんで、うん、もし空力でダウンホース増えて、はいはい、まあ、それ以上のパワーが必要だったら、うん、ちょっと5000円にはしてほしいんで。なるほど。現状プラス50馬力は不必要との判断でノスシステムを撤去。そしてさらなる軽量化が行われ、ウェイトは約40キロダウン。あ、ないない。静かすぎて。穏やかでよかった。12月9日、レバータックの前日。フロントにカナードとアンダーパネルが装着され、ボンネットにはエアスクープ、リアウィングの変更など、特に空力面が大きく進化していそうだ。順調にメニューをこなすことができたら、ニュータイヤを装着しアタックシミュレーションまで行おうというスケジュール。はいはい。リアはどうしますか。一発フレッシュ行くんだったらとりあえず音もかっこよくなった。メーター配置も見やすくなっている。慣れない下級音にスタッフだけでなくサーキット側も戸惑ったようだが、音量は楽々クリア。ちょっとホッとした。おじさん、もう前日からニュータイヤですか。出そうな時には出しておく。あ、結束です。さあ、ニュータイヤを投入。一発アタックはタイヤの使い方が命。事前にシミュレーションできるかどうかは大きな違いなのだ。フロントは M2 コンパウンド、リアにはさらにソフトな F2 コンパウンドを装着した5次元。ゆっくりとコースイン。選手は何ラップ目にアタックしようと考えているのだろう。リアタイヤのグリップを確かめるためか、ゆっくりと左右にウェービング。なんと計測1ラップ目からアタックに入った。
8。非公式ではあるが、早くも FF レコード更新。いくつ出たの？8秒8。早いじゃん。早いっすよ。自分でハードル上げましたよ、今。今減衰って かけた。あとは何もしたい。いいんじゃないの？じゃあ空気圧だけだ。内圧はもうさっきので、さっきのフレッシュ度でバッチリだと思います。で、そこで減衰切ると面倒だからやっていきましょう。ライトでもギア合ってるよね。合ってる合ってるね、うん、不思議と。もうこのパワーに合わせたんじゃないかっていうぐらいギア合ってる。そう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 、うん、そんな感じ。